10年間やっぱりいろんな冒険してやってきましたけど、みんな損したなんて思わないですよ今日は。10年間何もないところから始めて、ただの人からプロレスラーって言われるようになって、いつ僕はね本当に自分がプロレスラーだってなろうってええんかとずっと悩みながらやっていきましたけど、今日みんなこれだけの人が集まってくれて、そんで連覇の後2人で始めたダブプロレスはやめちゃったやつもいるけど、今9人いるんですよ、9人みんな上がってください、上がってください。いいですか？準備はいいですか？
かありがとうございました。いくぞ、選手たちに大きな拍手をお願いいたします。